まずホーム千葉のメンバーです。ゴールキーパーは新井翔太、ディフェンスラインは前節に続いて高橋が右サイドバック予想です。センターバックに鈴木と佐々木、左サイドバックに日高です。中盤は田口小林のボランチコンビ、そして右に米倉、左に高木。米倉と高木は今シーズン初先発になります。トップ下に三木、ワントップが小森という 4-2-3-1 の布陣を予想しています。続いてアウェー大分のメンバーです。ゴールキーパーが西川、ディフェンスラインは右から上恵比寿、ペレイラ、安藤、高畑。中盤ボランチの位置に池田と弓場、右に松尾、左に藤本、トップ下に野村、前線には中川入るという、まあ、こちらも 4-2-3-1 を予想しています。田口が蹴ってきた、クロスバー直撃、浮き球になっている、西川を抑えました。少し落ちきんなかったんですかね、でもやっぱキックのスキル高いですね。ロングボール、藤本うまく抜け出す、鈴木の対応、藤本クロスまで行く、ヘッドこぼれている。うわ、ナイスボールでしたね。野村のヘディングシュート。野村選手もね、うまく小林選手の背中からボールウォッチャーになった瞬間に走り出して、うまかったですけど決めたかったですね。小林、田口、今ボールをためてつなぐ、日高から中央、三木フリーだ、右に出す、米倉、クロスボールが入る、中央ヘッド、小森のヘッドはキーパー正面でした。素晴らしい、ペレイラ選手と逆になるんじゃないかなと思います。はい、佐々木が打ってくる、今度はバーの上、ボールを運んできます。高橋、藤本のプレッシャーをかわして逆サイドへ、ここは引っかかりました。大分ボール、松尾、野村キープして打っていく、揺れて落ちるようなシュートでした。新井翔太のセーブ。中央に来た、ボールが流れます。拾った高畑、もう一度クロスが入ってくる、ファーサイド、クロスバーに当たる、かき出しました千葉。うまく弓場選手が潰れた裏に安藤選手入ってきましたね、はい、この後のこぼれ球にもヘリングシュートですね。一発小森選手のやっぱあの動き出しがあるので、じれずにやっていってほしいですけどね。の中こぼれてくる、藤本倒れる、笛が鳴って PK を取った。このこぼれ球ですね、決めてきた。アウェーの大分先手を取りました。落ち着いてましたね。新井選手も、ね、コース行ってたんですけど、やっぱキックの精度が高かったですね、はい、届かないですよね。やっぱ逃げるようなボールで蹴られてますので、セットプレー、ここは千葉ゾーンで守ってます。高畑が入れてくる、ファーサイド折り返す、ポストに当たる、いいボールでしたね。このボール本当いやらしいボールですからね、はい、安藤でした。速くて曲がって落ちてくるボール、コーナーキック、ファーサイド、笛が鳴って PK を取る、ハンドを取りました。ちょっと手当たりましたかね、はい、今度は千葉に PK です。逆をついた、終盤千葉が追いつきました、1対1。両チームともに PK を決めて、これで1対1。ナイスゴールですね。うまく軸足で騙してますね、
ールが入ってくる。ファーサイドにボールが流れる。ここで試合終了のホイッスル。熱戦になりました。意地と意地とぶつかり合って PK で1点ずつ取って1対1の引き分け、まあ、両チーム勝ち点1を分け合うという形になりました。